3月28日日曜日の全国の天気をお伝えします。ウェザーニュースキャスターの眞家泉です。28日は低気圧や前線の影響で各地で雨風が強まりそうです。では気圧配置から見ていきます。低気圧や前線が接近し湿った空気が流れ込みます。各地で雨が強まって西日本や東日本の太平洋側を中心に道路の冠水などが心配されます。また等圧線の間隔も狭いですね。南寄りの風が強まるところも多くなっていきそうです。ではここからは、雲の移り変わりを見ていきましょう。降水の予想です。西日本では朝の時間帯から雨雲がかかって強く降るところもありそうです。だんだんと雨のエリア東北へと広がっていく見込みで関東地方や東北地方などの北日本でもだんだんと雨がしっかり降ってくるところが多くなりそうです。東海などにも活発な雨雲がかかって雨の降り方が強まったり雷雨となったりする恐れがあるため十分にご注意ください。雨のエリア多くなるんですが風が強いので傘を差す場合は特に注意が必要です。そして気温の移り変わりも見ていきましょう。朝晩も冷え込みは控えめとなりそうで西日本東日本では朝も10度を上回るところ多そうですね。そして日中はさらに暖かな空気の影響もあって気温も上がるところが出てきます。日中は西日本や東海地方など20度前後まで上がる予想で北日本でも15度前後の予想というところが多くなっています。日曜日は雨風の影響に十分気をつけてお過ごしください。28日日曜日の全国の天気でした。